満員のサポーターでスタジアムが埋め尽くされています。 J リーグファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。コナミスペシャルマッチ、コンサドーレ札幌対鹿島アントラーズの試合をお送りいたします。解説は中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。まもなく選手が入場すると思われます。選手が入場します。ではメンバーをご覧いただきましょう。まずはホーム札幌、続いてアウェイの鹿島、画面ではこの試合の予想フォーメーションを表示しています。今試合が始まりました。サポーターの期待に応えるプレーを見せてほしいですね。おっと、激しいタックル、センターに戻します。山瀬、縦に出します。よくしのいだ。5分過ぎました。クリア、アウグスト、中田、前に送ってボールを下げました。ここで打つ、リスティング、守り切った。ちょっとこれはゴールだったか。しかもネロです。スタンドも異様な雰囲気になってきましたね。ビジュ、前方にフィード、止めた。スライディング、小さく蹴り出す。20分経過しました。本山、強烈なスライディングタックル。山瀬、前方へ、よくしのいだ。25分経過、スローインです。裏をつきます。チャンスです。バックパスです。前半30分過ぎました。いいボールか、ヘッドで押し返す。小笠原、クリア、酒井、前へ、もっと激しいタックル。曽我畑、前へ。前半残り5分です。酒井、輪にボールを送る。守り切った。守備に安定感があります。ヘッドで、おっと、前半終了の笛です。前半戦を振り返ってみましょう。まずはこのシーン。この試合初めてのチャンスは鹿島、前半14分。最後に前半17分。
両チームここまでのスコアをお知らせします。得点は0-0、ここまで両チームとも無得点です。さあ中西さん、はい、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。そうですか、それでは後半もどうぞお楽しみください。後半戦キックオフ、先に試合を動かすのは一体どちらでしょうか？ジャリーさん、じっくりとパス回し、鹿島ボールになります。つながればチャンス、どう展開するのか、止めた。パスコースを完璧に消してましたね。まあ、中田前、奈良橋、パスが通ればチャンス。札幌よくディフェンスをします。後半15分経過、美樹、左へパスを通します。後半20分経過しました、小笠原、縦に出します。チャンスですね。スライディング。後半25分経過、これが通ればオフサイド。選手の交代が行われています。札幌森下、ここで投入されます。ジャリーソン、ここで退きます。鹿島池内、ここで投入されます。本山、ここで退きます。山瀬、よくしのいだ。守備が安定してますよ。試合時間は75分が過ぎました。池内、来い、クリア、後ろへ、さあ抜けていくか。チャンスです。裏をつきます。守りきった。鹿島ボールになります。あと5分です。右、中田、あと大きく前方へ、中央だ、柳沢、入った、押し込んだ、イエス、ゴール鹿島、これは決勝点と言ってもいい。ただいまのリプレイご覧いただいております。ここはもう逃げ切れば勝ちですから、無理に上がったりはしないでしょう。坂井、ロスタイムに突入しました。大森、前に出す、おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。鹿島、なんとか勝利をものにしました。今日の試合を振り返ります。まずはこのシーン、この試合初めてのチャンスは鹿島、前半14分、次です、前半17分、これは余計なファールでした。最後にここです、後半43分、結局このゴールがこの試合の決勝点になりましたね。それでは中西さん、
試合を振り返っていかがでしたか？こういう試合に巡り合えたことは本当に幸せですね。はい、柳沢、彼の今日の出来について一言いただけますか？はい、彼は今日のマンオブザマッチと言っても過言じゃないでしょう。そうですか。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。